ゆうとび、本日の被写体がこちらにございます。大阪駅前第3ビルの夜景ということで、早速撮っていきましょう。はい、ということで梅田にある超ド定番の夜景スポットに来てみたんですけども、とりあえずまずはこのど真ん中にある大きいビルをちょうどど真ん中に置いて撮っていこうと思います。で、設定なんですけど、とりあえず安定の A モードにして、あの車の走ってるラインを入れたいんで、シャッタースピードを遅くしたいってことで、 F 値を大きくして ISO を100まで下げます。で、そしたらシャッタースピードを稼げるんで、とりあえずこの設定で撮っていきましょう。はい、で見てもらったら分かると思うんやけど、室内がこんだけ明るすぎるんで、この明るさがどうしてもね、この窓ガラスに反射して写真にめっちゃ映っちゃうんですよ。なので、そういう時はなんか黒い布とかでこのレンズの周りをこうね囲ってあげたら、反射が写真に入らないようにはできるんですけど、今日ちょっとね上着とか黒い服持ってくるの忘れちゃったんですけど、見てください、全身真っ黒ということで、僕の体を使ってちょっと隠していこうと思います。ということで、撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、まあうまいことね、光の反射は抑えれることができました。で、写真の右側は全部ビルで埋めて、左下の角から車のラインがちょうど出てるみたいな感じをこうやって撮ってみました。ということで、次。はい、ということで次はこの一番手前のでっかいビルはもう古虫しまして、この、ね、左側にある高層ビル群、ここだけぶち抜いていこうと思います。で、設定もさっきとほぼ一緒なんで撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、あのさっきより望遠で撮ってるんで、その方が圧縮効果が生まれて、狭い画角の中にめちゃめちゃいっぱいのビルをぶち込むことができました。で、左手前に大きいビルを置いて、右奥に向かって小さくなっていくみたいな感じになってるんだけど、まあそれはたまたまですということで、次。はい、ということで次はさっきの夜景の反対側まで来たんですけど、この手前の丸いビルが特徴的なんです。このビルをど真ん中に入れて、でその右側にある身長の高いビルが右上の角で見切れない程度に収まるようにして撮っていこうと思います。で、設定もさっきとほぼ一緒なんで、この設定で撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、まあ普通に見て綺麗は綺麗なんですけど、写真のちょうどど真ん中から左側のビルがなんか個性的なビルというか、全体がこう身長低くて普通なビルばっかじゃないですか。なのでちょっともうそこは省いて、右側だけを次は縦構図で狙っていこうと思います。ということで、次。で、次縦構図狙っていきたいんですけど、この奥にある夜景は夜景で綺麗なんやけど、このもっと一番手前にあったこの車の流れ、ここが結構面白い感じなんで、これを一番手前に入れて狙っていきたいと思います。ということで、撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、さっき撮った写真の左側の部分をなくして、で右下にその車のラインを入れました。で、その右下の車のラインなんですけど、ちょうど面白い感じで曲線になってるじゃないですか。その曲線の形が一番面白いかなと思って、青信号のタイミングを見計らって撮りました。ということで、もう撮るところないんで終わります。はい、ということで本日は大阪府梅田にある大阪駅前第3ビルっていうところの夜景を見に来てみたんですけれども、まあ夜景って建物が集まるじゃないですか。で、その建物の中にもちょっと形の変わったビルとか、身長がめっちゃ高いビルとか、夜景の中でもいろいろ特徴があるビルっていうのがあると思うんですよ。で、それは今日はなんか湾曲した丸いビルとか、身長高いビルとか、ど真ん中にあったなんか大きい意味わからん形のビルとかあったんですけど、そういうまあ言ったら夜景の中で主題になるビルっていうのに焦点を当てて、自分の中でそいつを一番重要視して写真撮るぞみたいなのを決めながら撮るんですよ。で、それ以外はもう副題やとして考えると、結構なんか写真の収まりっていうのが良くなってくると思ってるんですよ。なので今日3枚目ぐらいに撮った写真あるじゃないですか。あれのちょうど真ん中から左側に関しては全部もう副題みたいなもんやったんで、左側を全部副題でなくして縦構図にすると結構収まりが良くなったんですよ。で、あと夜景撮りに行く時とか、特にあの写真撮った後に絶対こうやってヒストグラムで確認した方がいいと思います。あのヒストグラムって写真の明るさを正確に知ることができるんで、まあ夜景撮りに行くとき大体周り暗いんで、画面に出てもちゃんとした明るさは分からないんですよ。なのでこのヒストグラム見て、黒つぶれしちゃってないかとか、白飛びしちゃってないかとかをちゃんと確認しといた方が後々現像するとき楽なんで、ヒストグラム超便利なんで皆さん活用しましょう。ということで、もう喋ることはないんで終わります。
さよなら、バイバイ。